石川島公園は東京都中央区筑田2.3丁目にある隅田川。隅田川墓は朝潮運河沿いの区立の都市公園である。1990年4月に開設した。面積は約3.3ヘクタール。中央大橋から相生橋の先までの細長い公園である。中央大橋の南側は筑田公園であり、隅田川テラスでつながっている。 大川端リバーシティ21の一部として1986年に都市計画が決定し、1988年より工事が始まり2年後に部分的に完成した。石川島は佃二丁目の江戸時代からの旧名で、この地を漁した石川家の名に由来し、この地に設立された造船所を起源とする IHI の旧社名、石川島張間重工業と同様の命名である。 隅田川テラスを用し、隅田川は目の前である。昼間は子供連れが多く、夜は物音もせず静寂としている。夜間は暗くはないが、対岸の越中島公園や新川公園と比べると夜景、デートスポットにはあまり向いていない。ただ、春には花見スポットともなる。上段と下段の二段式になっている。下段は満潮時や大雨後に一部が浸水する。 面している隅田川の水質は良くないが、水と触れ合えるように浸水テラスもある。なお、上段と下段はスロープでつながっており、自転車や車椅子などに乗ったままでも移動可能のバリアフリーとなっている。上段の北端にある広場は1999年に作られたもので、隅田川と有効河川の提携をしているフランスのセーヌ川に、ちなんでパリ広場と命名されている。 下段の北端先からの景色は、まるで客船の先端から眺めているような景色である。都心に近い割には、利用客が少なく、静かに過ごせる公園なので、ジョギングや散歩を楽しむ人が多い。通年入園自由、無料、ベンチトイレあり、飲料自動販売機、専用駐車場、子供用遊具なし、夜間もやや明るい、釣りか、信号がない、車が少ない、 夜でも、比較的明るい、景色が良い、通路が整備されているなどという点から、夏季は、犬の散歩、ウォーキングジョギングなどでよく使われる経路である。徒歩では一周40分程度。ありがとうございます。